こんにちは樋口一陽作『十三夜』の十三回目をお送りします。しておかみさんはとお関の問えばご存知でござりましょう筋向こうの杉田屋が娘色が白いとか格好がどうだとか言うて世間の人は闇雲に褒め立てたものでござります。 私がいかにも野良を尽くして、うちへとては寄りつかぬようになったを、もらうべき頃にもらうものをもらわぬからだと、親類のうちのわからずやが勘違いして、あれならばと母親が眼鏡にかけ、ぜひもらえ、やれもらえとむちゃくちゃに勧め立てるうるささ。どうなりとなれ、なれ、勝手になれとて、あれをうちへ迎えたわ。 ちょうどあなたが誤解人だと聞きました自分のこと。一年目には私がところにもおめでとう人から言われて、犬張り子や風車を並べ立てるようになりましたれど、何のそんなことで私が野良のやむことか。人は顔のいい女房を持たせたら足が止まるか、子が生まれたら気が改まるかとも思うていたのであろうなれど、 たとえ小町と生死と手を引いてきて、外織姫が舞を舞って見せてくれても、私の野良は治らぬことに決めておいたを、なんで父臭い子供の顔を見て発信ができましょう。遊んで遊んで遊び抜いて、飲んで飲んで飲み尽くして、家も家業もそっちのけに箸一本持たぬようになったは先おととし。 おふくろは田舎へ嫁いった姉のところに引き取ってもらいまするし、ぼうはこをつけて里へ戻したまま妊娠不ん女の子ではあり、惜しいとも何とも思いはしませんのけれど、その子も昨年の暮れチプスにかかって死んだそうに聞きました。女はませなものではあり、死ぬ際には定めしととさんとか何とか言うたのでござりましょう。 今年いれば五つになるのでござりました。何のつまらぬ身の上、お話にもなりませぬ。男は薄寂しき顔に笑みを浮かべて。あなたということも知りませぬので、とんだわがままの部長法。さ、お乗りなされ、お供をしまする。さぞ不意で驚きなさりましたろう。 車を引くというも名ばかり何が楽しみにか事棒を握って何が望みに牛馬の真似をする銭をもらえたら嬉しいか酒が飲まれたら愉快なか考えれば何もかもしっかり嫌でお客様を乗せようが空の時だろうが嫌となると容赦なく嫌になりまする呆れ果てたるわがまま男 愛想が尽きるではありませぬか。さあ、お乗りなされ、お供をします。と、すめられて。あれ、知らぬうちは仕方もなし、知ってそれに乗れますものか。それでも、こんな寂しいところ一人行くは心細いほどに、広うじへ出るまで、ただ道連れになってくだされ。話しながら行きましょう。 とて、お席は小妻少し引き上げて、塗りげたのとこれも寂しげなり。今日はここまでといたします。ありがとうございました。